ハロロー、どうもクラスです。さあ今回はですね、King&Prince さんの月読み YouTube エディット、こちらのリアクション&アルティメット解説やっていきたいと思います。ということで早速ですね、今回もほぼ初見なんですが一緒に見ていきましょう。さあ来ましたよ、キンプリさん。ドゥーン、始まった。鏡見なくても大丈夫だよ、相当なイケメンなんだから。あ、ちょっとなんか汗かいてる。あ、ちょっとこういう演出なのかな。ねえ、ちょっとこう汗かいてる感じしますもんね。あ、しかもなんか曲もいいですね。今ねちょうど撮影してる時雨降ってるんですけど、もう超ぴったりだよこれ。これぴったりじゃない。あ、ちょっとこうお芝居仕立ての感じにもなってんだね。いや曲いいな、かっけえ、すごくおしゃれ。あ、サビくるか、サビくるのか。うわ来た、ちょっと待って、うますぎるダンスうますぎる。おお、うわー、もうダンスうまいの分かってるけどさ、どんだけうまいのよ。うわー、きた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 、これなのよ。あー、すごいすごい。ここはちょっと後でねゆっくりお話しさせてください。いや、すごいな、ダンスうまいの分かってんですけど、もう毎回ねその期待を上回るそのスキルを持ってくるんだよね。このまた振り付けと、うおー、首とかの使い方がもう神がかってるね。わあ、ああいうとこなんだよね。ああいうところがかっけんだよ。あ、結構短いんだろこれね。終わりかな。あ、終わった。うわあ、終わった終わっちゃったって言った方がいいのかな。いや素晴らしいね。今回もね、あのコレオがリエハタさんということで、あのすごく情熱的な、熱のある作品、振り付けでしたよね。そしてもうね、キンプリさんダンスがうめえよ。あー、本当にやっぱ彼らじゃないと、今一回見ただけですけど、この振り付けをここまで見せるっていうのはちょっと難しいでしょうね。さあここからですね、ダンス解説一緒に振り返っていきましょう。さあ見ていきましょう。ちょっと今回はね、あのダンスが分かる部分というのが限られちゃうんですけども、まずはですねこちらのシーンですね。ここよ、はい、ここの部分なんですよ。今回の振り付けってすごく情熱的で熱を感じるよねっていうのはあるんですけども、その中に色気っていうのがしっかりと混在していること、これがねポイントになってるなと思いました。それを表現するために彼らが使っているテクっていうのが腰と首なんです。ちょっと映像とともにねこれ見ていきますけども、最初戻りまして、まずここですね。はい、ここの部分のスライドっていうのは左腰を畳んで首を肩に近づけつつ引き寄せる、はい、でこちらの部分っていうのは少し見下ろすような形、の首を作って右腰を畳む。で最後はですね、ここの部分ですね、はい、ここは首の横筋、これを強調しつつ腰を前に出すっていう風に、動きの中に首と腰っていうのがすごく効果的に入っているんですよ。これがあるから熱のある動きに色気っていうのを漂わすことができる、素晴らしいですね。さあさあ、そしてここですね。
これなんですよ。もうやばすぎでうますぎね。これは踊りのパワーもそうなんですけども、足の開閉が入っているところっていうのがすごくて、ちょっとねこれ見ていただきたいんですけども、1回最初戻ってここですね、今2回当てた後に、はい、これ分かりますかね、足を開いた状態で上に2回ぶつけた後にですね、足を内股でスタンバイするんですよ。でこの足を開きながら体と手を上に持ってくるっていうのをやっているんです。内股になるということは画角が狭くなるので、次の開きの振り付けで画角が広くなるっていうのをより強調できるっていうテクニックなんですよ。つまり画角が広くなるっていうのをプラス1とするならば、0からプラス1ではなくてマイナス1からプラス1にした方がより広がってるように見えるよねっていうことなんです。あとね、この後のリズムの部分、ここもね素晴らしくて、ここ、はい、ここなんですよ。膝の屈伸だけじゃなくて胸もしっかり使ってテレッテレッて音をダウンで見せていくっていうスキル、もうねすごいのよ。さあ続きも見ていきましょう。ここもやばし、はい、ここの部分ですね。ここはですね、胸と腰の連動っていうのが素晴らしくて、基本的には後ろ体重でこれも画角広くっていうのをキープしているんですけども、しっかり前に入る瞬間っていうのを共有しているんですよ。だからすごくメリハリがある。はい、ちょっとね映像を止めながらこれも見ていきますが、まず体前に入ります。ここしっかり共有してますよね。で次は膝と胸を近づけてアタックします。はい、ここもしっかりメンバー全員でやってますよね。で次は飛んだ後なんですけど、手は前に出るんですけど胸は引っ込めて、はい、後ろ体重で腰と胸の連動、人間の中心にある腰と胸、この使い方がとんでもないうまさなんですよね。さあラッサビですね、一緒に見ていきましょう。ここもね、ううがすごい好き。ここいいですね。うん、詰まりを全く感じさせない流れの綺麗さ、そして力を解放する瞬間とかパワーっていうのは、本当に何回も言いますけどキンプリさんはうますぎる。うん、次もね、あの肩を当てるシーンがあるんですけど、この後かな、ここの部分とか、やっぱ瞬発力っていうのはすごいし、本当に圧倒されますね。やっぱりね、これはあの軸があるからこそで、今回の解説ではその首、胸、腰っていう風なダンスに超大切な軸となる部分のキンプリさんの使い方のうまさ、こういったところをねテーマにお話しさせてもらいました。もううますぎね。うん、キンプリさんありがとうございました。はい、ということでキング&プリンスさんの月読み YouTube エディットリアクション&アルティメット解説いかがだったでしょうか。今回ね見えなかった部分のダンスもぜひですね、私見たいので、ダンプラが本当に楽しみね。これからもね引き続きトップレベルの彼らに、うん、注目して応援していきたいと思います。はい、今後もですねこのチャンネルではリアクションアルティメット解説どんどん出していきたいと思います。今回見て面白かったよという方は高評価とチャンネル登録、あとですねツイッターの方もやっておりますので、もしよろしければつながっていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で See you next time.